エネジードリンクのクラティンデーンシオプレックスエルチャリアを、ユーウィッタヤーは、タイの実業家、投資家であった。中国語名は、元書き表。クラティンデーンの起案者、エナジードリンクのレッドブルブランドの共同設立者で、ある。2012年に88歳で死去した当時は、タイで3番目に、裕福な人物であり、推定純資産は50億米ドルであった。 様々な新しい情報源は、チャリアオが1922年から1932年の間のある時点に、タイ中部で生まれたことを示唆している。ニューヨークタイムズは異なる、情報源によって3つの青年月日が提唱されていると指摘している、タイの新聞、ザネーションは90歳と報じ、タイの他のいくつかのニュースメディアは88歳と報じた。ホーブスは最近、 彼の年齢を80歳としている。BBC ニュースは、チャレオ氏は北部のピチット県で貧しい中国系移民の両親から生まれ、1932年に生まれたと地元メディアは報じているとしている。オーストラリアンとタイムは89歳としている。テレグラフとインデペンデントは1923年にピチット県でアヒルを飼い、果物を商う貧しいタイ 中国系の家庭に生まれたとしている。父親は海南からの移民だった。ほとんど教育を受けていない彼は両親の下で働き、その後バンコクに移り住んだ。抗成物質のセールスマンになった後、1960年代初頭に小さな製薬会社 TG ファーマシューティカルズを設立した。その後、神のひらめきと称してエネルギーを高める飲料を開発し、 1976年に初めて発売した。ロゴマークには2頭の大きな赤いお牛が突進している様子が描かれている。このお牛は牛ではなく東南アジアに生息する野生のガウルで、タイ語ではクラティンと呼ばれている。ドイツ企業のオーストリア人セールスマンだったディートリッヒ、マテシッツはこの飲料で時差ボケが治ったことに気づき、1984年に チャリアオとパートナーシップを結んだ。1987年、二人はレッドブルと名打った輸出版を発売したが、チャリアオはオリジナルの配合を提供し、マテシッツはマーケティングを担当した。それぞれが50万ベドルを出資して、レッドブルエナジードリンクのフランチャイズの49%を取得し、残りの2%をチャリアオの息子である。 チャルームが所有した。チャリアオは、タイで、他のエナジードリンクを製造する、TC ファーマシューティカルズのオーナーであり、また、タイの私立病院である、ピアベート病院の共同オーナーであり、イタリアの高級スポーツカーであるフェラーリのタイへの、唯一の正規輸入代理店の共同オーナーでもある。チャリアオは2012年3月18日に、バンコクで死去した。ありがとうございます。